モ肉一口大にカットしたチキン。骨はありません。脂身のパワーを取っております。で、胸肉と比べるとももの方が脂は多いんですけども、炭火で脂を落とします。旨味をギュッと中へ取るので、パサパサじゃなく旨味がしっかりあって、ジューシー感も失われず美味しく焼き上がっております。鶏もも肉のスパイス漬け、タンドリー釜で焼くタンドリーピッタ、ぜひともサラダと一緒に食べてください。サラダとチッカー食べてカレーを食べる、このセットがベストですね。はい、ぜひとも美味しいお口もお待ちしてます。